ホッチキス QF3 ポンド砲とは、水雷艇に対する防御のために1886年に開発された軽量で、発射速度の速い 47mm 砲である。関西速射砲だけでなく海岸防御や陸上でも使用された。また、台に乗せたりして、臨時の降射砲としても使用された。QF3 ポンド砲の方針に差し込む砲弾を、 作成して、スピガットモーターとして使用された。日露戦争で使用され、日本軍と打ち合っている。陸上でも使用されているが、残酷戦ではほとんど役に立たず、ロシア軍将校のレオニード・ゴビアートが方向に差し込む、砲弾を作成して、急増の迫撃砲として、日本軍の残酷へ打ち込まれた。海軍では1907から1909年の間に退役が進み、 第一次世界大戦の頃には艦船には搭載されなくなった。陸揚げされた砲は陸軍で残豪船のために転用されることになった。しかし、迫撃砲としては重量も寸法も課題であるため、すぐに新設計された迫撃砲が登場している。1922年9月には後径を2ミリ減らした45ミリ砲の開発が始まり、完全に退役した。 30ラウンズパーミニットイズザフィギュアギブンバイエルズウィックオードネスフォーゼア40カラバースモデルクエテットインブラシーエスネーバルアニュアル1901ありがとうございます